Hey everybody, Leo です。今回は過去に執着すると波動が下がる理由っていうテーマで、今すごく話題になった小山田圭吾さんがオリンピックの音楽担当を辞任したニュースを絡めて説明していきたいと思います。小山田圭吾さんはコーネリアスというバンドの方で、音楽好きな人だったら結構誰でも知っている、俺も一曲好きな曲があって何回も聴いていた時期がある方なんですけども、小山田圭吾さんがオリンピックの開会式の音楽を担当することになっていたのだけれども、小山田さん今確か50歳ちょっとなんですよね。そんな小山田さんが26歳の時のインタビュー、今から25年くらい前のインタビューで、中学生時代、高校生時代にいじめをしていたっていう内容をインタビューで話してるんですよ。それが、25年経った今、2021年にめちゃくちゃ炎上してすげえ叩かれて、で、小山田圭吾さんはオリンピックの音楽担当を辞任せざるを得なくなってしまったっていうニュースがあったんです。で、これめちゃくちゃおかしなことだなっていう、すごく違和感を感じたんで今回動画にしてるんですけど、まず最初に明確に言っておきたいのは、俺はいじめ自体を擁護するつもりって全くないんですよ。どういういじめをしていたのかって、そのインタビューの記事を読んだんですけど、相当えげつないことを言っています。いじめという行為自体について擁護するつもりは、毛ほどもないんですよ、俺も。ただ、スピリチュアル的に言うと、過去なんてそもそも存在してないんですよ。25年も前のことで、今更こんなに叩かれて炎上しちゃうっていうのは、なんかすげえ波動が低いな、地球っぽいな、物質的だなと思ってこの動画作ってるんです。そもそも生物としても私たちの体の中身、体の中の細胞ってのは刻一刻と生まれ変わり続けてるんですよ。1日に 1.2 兆個の細胞が誕生するんだそうです、新しく。で、インタビューでそういういじめの話をしてた時の小山田さんって今から25年前だから、25年ってのは計算したら9125日なんですよ。つまり9000兆個の細胞がこの25年間で小山田さんの体の中で作り変えられた、生まれ変わった、新しく生まれたっていうことなんですよ。だから25年前の小山田さんの体を構成した細胞なんてもうことごとく生まれ変わってるはずなんです。約9000兆個の細胞がこの25年間で新しく生まれ変わったと。人体を構成している細胞の数って約60兆個って言われてるんで、9000兆個もの細胞が生まれ変わったらもうほぼほぼ作り変えられてるっていうことなんです。さらに体だけじゃなくて精神も1年前ですら、1年前の状態と今の状態と比べて全く同じ精神の状態を保っている人っていないんですよ。全員刻一刻と生まれ変わり続けてるはずなんです。精神的にも変化し続けてるはずなんですよ。人間っていうのは川と同じような存在なんです。川って例えば隅田川とか多摩川とか行くと毎日同じ姿してるじゃないですか。毎日同じ景色に見えているだけで、川を流れてる水って維持にしたりとして全く同じ水が流れていることなんてないんですよ。常に上流から下流域、上流から下流域、違った水が循環し続けているし、川の中を泳いでいる魚だって一日たりとも同じだったことなんてないんですよ。いろんな魚が行ったり来たりしているのが川で、人間もこれと全く同じなんです。前回の動画と今の動画の俺ちょっと見比べてみてください。見た目にはそんな変わってないと思うんです。ちょっと日に焼けたぐらいで。なんだけれども、その間に、この1週間だから7兆個ぐらいの細胞が作り変えられてるし、精神的な部分もこの1週間で経験したことをフィードバックして今の俺の精神があるんで、1週間前の俺と今の俺って別人って言えることもできるわけです。1個としてとどまらないで、絶えず移り変わっていくのが我々人間なんですよ。ちなみに、これは後々知ったんですけど、リオっていう名前はスペイン語で川っていう意味だそうです。過去っていうのは、左脳が作り出した幻想のようなものです。本当は、世界には今しか存在してないんですよ。今この瞬間がずーっと存在し続けているだけ。過去というのは、記憶や言葉でしかなくて、過去というものを考えたり、イメージしたりすることによって、初めて生まれるもの。つまりこの世界中、どこを探しても過去なんてどこにもないんですよ。だから過去っていうのはこの世界には実際は存在していない左脳が作り出している何かこうロジカルな概念的なもの、実体のないもの、それが過去なんですよね。で、それに比べて右脳っていうのは今この瞬間しか認識できないんです。以前出した〇〇すると宇宙意識とつながるっていう動画、右脳と左脳の話めっちゃしてるんで、よかったらこの動画も見てみてください。右脳が見ている今ここしか存在していない世界は自他の境界線がない世界だというふうに言われています。すべてが一つにつながっているワンネス的な世界。俺とこの俺を撮影しているカメラもこの絵も壁も隣の誰かも、これを見ているあなたも、すべて一つの集合体でしかない世界。それが右脳が見ている、ラブに満ち溢れた美しい世界なんですよ。LSD の100倍強いと言われているアヤワスカを飲んだ後の境地の世界。サイケデリック体験の世界っていうのは、実は別に珍しいことではなくて、常に我々の右脳が経験している世界なんです。本来我々は全てと繋がっていて、自他の境界線なんてないはずなのに、左脳が我々を美しい愛の世界から切り離して、一つの孤独な個体として成立させてるんです。左脳が今ここにしか存在していない右脳の世界から、過去とか未来とか今ここにないものを抽出して我々を心配にさせたり不安な気持ちにさせたりしているっていうことなんですよ。誰かと向き合うとき、その人が過去に何をしたかっていうのは一切関係がないはずなんですよ。その人の過去に執着するっていうこと。過去でその人を判断するっていうことは極めて左脳的なその人の解釈の仕方になってしまう。左脳的で小さな孤独な世界に切り離されていってしまうっていうことなんですよ。せっかく右脳は無限に広がっている今ここのラブとつながっているはずなのに、美しい愛の世界から左脳が切り離していってしまう。小山田さんが過去にしたこと、インタビューで語ったことは確かにめちゃくちゃえげつないことです。でもその過去の中学生、高校生だった時の小山田さんっていうのは、今この瞬間、2021年の7月に全く存在していないんですよ。えげつないいじめをしていた小山田さん。そのことをインタビューで面白おかしく語っていた小山田さん。すべて過去。すべて左脳が作り出したイリュージョンなんです。彼はアーティストだから、過去に何をしたか、インタビューでどんなことを語ったかっていうところではなく、何を作り出すのか、どんな曲をオリンピックの開会式に生み出してくるのかっていうところで評価すればいいだけの話なんですよ。これは小山田さんの事件に限らず、誰かを理解したり受け入れたいと思った時、左脳的にあれこれ考えてその人を認識しようとする、その人を評価しようとしたりすると、どんどん小さい領域でその人を閉じ込めて解釈することになる。できれば誰かと対峙するとき、誰かと向き合ってその人を受け入れるときっていうのは、右脳で感じようとする努力。その人の経歴や、その人のことを言葉で考えて理解しようとするのではなく、その人をエネルギー的に理解しようとする歩み寄り。こういったもの、これからの人類にとってとっても必要なものなんじゃないかなって俺は強く思うんですよ。皆さんも家族や友達や恋人、こういう人たちと接するときにその人のことを左脳的に過去に何をしたとか、この人はこういう人だからとかね、そういう言葉でこう理解しようとするんじゃなくて、なるべく右脳的、ラブな世界で、エネルギーの世界でその人を理解しようとする試み。これをぜひ忘れないでやってみてくださいね。今回はこんな感じで終わりたいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。今回ちょっとシリアスだったんですけれども、以前ね、ニュースを見なくても良い理由っていう動画を出して、ニュースなんて見なくてもいいぜっていう話をしてるんですけども、たまたまね、サウナ入ってる時テレビがついてたもんで、どうしてもこれはね、おかしい、これだけは間違ってるぞって思ったんで、動画にしてみました。どうだったでしょうか。いろんな感想が皆さんあると思うんで、なんか思ったことがあったらば、ぜひコメント欄に書いてみてください。動画が良かったと思う方、高評価ボタンを押していただけたらば、この動画が必要な人たちにおすすめ表示されやすくなるので、ぜひグッドボタンを押してみてください。最後に皆さんにハンドパワーを送って、ビッグラブを送って終わりたいと思います。こうやって手のひらをこすると、気血、手のひらの上にある気のツボみたいなのが開いて、エネルギーを感じやすくなるので、皆さんもぜひね、10回こうやって手をこすってから、はい、俺のハンドパワー受け取ってみてくださいね。準備はできましたか？気血開きましたか？それでは皆さんも画面越しで手をかざしてみてください。皆さんが左脳から解放されて、右脳的なエネルギーのラブに満ち溢れた世界で、今日も生きていけますよ。送ります。ビッグラブ。はい、伝わりましたでしょうか。それではまた次の動画でお会いしましょう。See you guys for next. またねー。